今、串見大手筋の目の前なんですが、ここ商店街ですね。これはかなり賑やかな商店街。その商店街の一角にあります。なんか酒蔵になんか似てますね。酒蔵にこういうのがなんかあるんじゃないでしょうか。とこういう感じで。こういう方はまずいないんでしょ。そうですね、はい。こういう、張り紙、見たことあります。あ、そうですか、はい。他の献血ルームでも、はい、めったにいないんでしょうね。そうですね、めったにはね。皆さんね、また来ますわーって帰ってくる。そうですよね、はい。一般の人かな。ゴミ付きさん。あそこにあった久保美月さんっていうのは、あれ一般の方ですか、芸能人。あそこにありますね、久保美月さん。あれはなんかね、学生さんで、はい、なんか一日所長をやってくれはったんです。ミスキャンパスさんかなんかで、どっかの大学の。あ、そうなんですか、はいはい。まあ、一般の方ですね。じゃあ一般の方なんです。あれ撮影者見ましたけど、どう、これで。ありがとうございました。またお願いします。まあ、ぼかしかけますけど。はい、ぼかしといてください。ぼかしかけといてください。あ、なんか、いいのか悪いのかよう分からないんですけど。あ、そうなんですか。はい、はい、お願いします。でも声は録音されまし
けど、声はそれ録音されますけど、でもあそこでね、公開して、あそこだけじゃ顔は、顔のは、きっとしてもらったら、ですから、ぼかしますね、ぼかします。そうですね、はい。でも声はこれ録音されますよ、こういうほら、ぼかしとかどうのこうのっていうのは。それは問題ないでしょ、だって。別に、はい、ね、それは。なんか、個人のなんかお顔が出るのは。じゃあ顔の部分だけぼかしますね。ね、はい、そうですか、はいはい。じゃあ顔の部分だけちょっとぼかしますね。はい。わ、はいはいはい、かりました。これ珍しいですね。さっきも言ったんですけどね。はい、これ生命、ね。よくなんか本屋さんで見ますけどね。あ、そうですか。はい、これ初めてですね。あ、そうですか。これは初めてです。はい。あ、一日献血所長さん。そうですね。はい。それはいいアイデアですね。うん、そうですね。はい。芸能人を呼んだらどうですか、結構。そう、芸能人もね、うん、はい。お金かかっちゃいますね。あ、そうか。はい。はい。それこそブランティアでやってくれるといいですね。そうですね。特に地元の方ね。そうですね、出身の方ね。京都っていうと、誰ですかね、芸能人は。三田寛子さん、あの方は京都じゃないかな。ねえ、そうですか。ははあ、もう研究者の方すべて帰りましたね。はい、これでね、はい、これで帰りましたね。はい、そうですか。じゃあもうあと他に何かアピールすることがあったら、はい、まあでもこれ商店街だからね。はい、結構人通りはもう多いですね。そうですね、土日、はい、うん、多いです。でも声かけてもどうですかね、反応は。やっぱり、でも住んでる方もいらっしゃいますね、うん、その声かけで、はい、じゃあやってみようかっていう方も、はい、久しぶりにやってみようかな。あ、久しぶりにね、はいはいはい、そうですか。時刻はこんなもんでも、そうそう、新幹線でこれから京都で、はい、京都から帰ります。今日帰りに起こしやすい、ビールにビールでも5日間ぶりのビールですけど、はい、飲みますかね、飲みますんですか ね新幹線の車内で、はい、そんなこんなで、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。本当にこちらこそご協力ありがとうございました、はい、じゃあこれで止めます、はい、はい。